でメキシコ同点に追いつきました。日本澤村、まあ、本当に決死の勝負挑んでいったんですが、最後はセンター前弾き返され5対5、9回2アウトから同点に追いつかれました。さあしかしこの9回の裏、日本はクリーンアップです。敬遠ですか、筒香を敬遠、中田と勝負。昨日の試合の活躍を物語るこの場内の大歓声。9回裏ワンアウトランナー二塁一塁、日本の右バッターボックスに背番号13中田翔が入ります。同点に追いつかれた日本、9回裏試合決めるか。Shut up!